はい、こんにちは。今日はいろいろな、形を組み合わせた、面積を出してみましょう。まずこれから、ね、これ正方形です、ね、でこの時この斜線のラグビーボールのような形、葉っぱのような形の、部分の面積を求めなさい、ね、さあここ正方形、一辺10センチの正方形、当然ここも10センチになります。でそして、このここの弧、ここを中心とした扇形ですね、これ ね半径10センチ、中心から90度の扇形。さあこの下の部分ね、ここの部分も半径10センチ、中心から90度の扇形で、ここの部分ですけど一発で出すことちょっとできないですね。ね、どういうふうにやるかっていうとですね、ね、ここにこうやってピッと1本線を引きます。直線引きます、ね、そうするとね、まずね、この扇形、この扇形からね、こうね、中心角が90度で半径10センチの扇形から、この直角二等辺三角形引くんですよ。そうするとここが出るでしょ。ここが出るでしょ。でここを出したらかける2するんです。2倍するんです。で出るね。じゃあちょっと早速やってみましょう。まずこの半径10センチで中心角90度の扇形、10×10×3.14×、まあ90度ですから4分の1にもうしちゃいますね。4分の1引く。さあこの直角二等辺三角形を引きます。 10×10×1/2 と 10×10 が100ですから、 100×3.14×1/4 引く。さあ 10×10×1/2 50ですね。さあここ計算してみますよ、ね、100×3.14 314ですから、 314×1/4 引く50ね。ここまあ314÷4 と思ってね、4で割っちゃいましょう。4728、4832、78.5 ですね。 78.5-50 は 28.5。 さあこの葉っぱの半分は 28.5 平方センチメートルです。さあかけるにすると出ますね。 28.5×2 は57、57平方センチメートルですね。半径10センチの扇形から直角二等辺三角形を引いて、この葉っぱの半分、ラグビーボールの半分を出すんです。さあ同じパターンね、やってみましょう、ね、できそうだったら自分で動画止めてやってみてください。一辺8センチの正方形にね、中心角90度、半径8センチの扇形がこういうふうに重なって置かれている、ね、でこの時にこのボールの部分、斜線の部分を求めなさい。さあ同じです。ピッと線を引いて、ね、この扇形から直角二等辺三角形引く。そうするとこれが出るんです。8×8×3.14×1/4引く。8×8×1/2。さあ 8×8×1/4 約分します。8×2=16×3.14引く。8×8×2/32。さあ 16×3.14 ね。
50.24×32 は 18.24 ですね。さあここの部分、葉っぱの半分の部分が 18.24 です。 18.24×2 は 36.48 36.48 平方センチメートル。さあじゃあ次、今度ねこんな風に半円がこうやって4つ書かれていて、この葉っぱが4つできています。さあこの斜線部分の面積、さあこれねこういう風に分けます。こういう風に、そうすると一辺が5センチの正方形になるよね。一辺が5センチの正方形の中に中心角が90度、半径5センチの扇形が上と下にこうやってあって重なった部分を出るわけです。さあこれはねまずやっぱりピッと線を引いてこの上側出すんだよね、こっちね。これもこの扇形ね、一辺が半径5センチ、中心角が90度の扇形から一辺が5センチ、5センチの直角二等辺三角形を引いてここを出すわけです。まずこの一つ分出すわけね。 5×5×3.14×1/4 は引く 5×5×2/1、25×3.14×1/4引く、25÷2 12.5。さあ 25×3.14×1/4、まあ25と4も約分できませんから前から順番にやっていきます。 25×3.14 これ78.5だったかなね、78.5×1/4引く 12.5。 さあ 78.5 4で割りましょう。なかなか割れない 19.625 ね、嫌な数ですね。さあこの葉っぱの半分 19.625 平方センチメートルで、この 19.625 平方センチメートルが全部でいくつあるかというと 1,2,3,4,5,6,7,8 とありますから 19.625×8 は、8×48×2×16×2×6×48×5×8×72×7×18×8。間違えちゃったね。ここが 19.625 だね。さあ 19.625 に引く 12.5 ですね。すいません、これねここ引かなきゃね、 12.5 ね。 19.625 引く 12.5、 7.125 かな、ね、7.125 だね。さあだからここ 7.125 だね、 7.125。 さあこの 7.125 に7.125 を、1,2,3,4,5,6,7,8 倍ね、8×5×48×16×22×18×8=0、1×7=56×57、小数点3つ削って57平方センチメートルですね。さあこれねラグビーボール葉っぱのような形、中心角が90度の扇形から直角二等辺三角形を引くとここの部分が出るんだと。で2倍すればこの問題、8倍すればこの問題ということだね。
着実に力つけたいなと思ったらチャンネル登録ポチッとお願いします。では今日はここまでにしましょう。